王新長期は、中華人民共和国天津市出身の日本の元女子バスケットボール選手である。バスケットボール女子日本リーグの三菱電機、コアラーズに所属していた。中国名は王新星、ポジションはセンター。天津第89中学校卒業後の2003年、岐阜女子高等学校に留学。1年生時よりメンバー入りし、全国大会に出場。 三年政治の2005年インターハイでベスト4、ウィンターカップでベスト8、2006年4月、白王大学に進学、2010年、三菱電機に入社、Y リーグ2010から11シーズンは7試合に出場。入れ替え戦の日立ハイテク戦3試合も出場し、1試合11得点、8リバウンドで W リーグ昇格に貢献した。 W リーグ2011から12シーズンは主力としてレギュラーシーズン28試合にスターターで出場。リバウンド本数でリーグ2位の10.11本を記録。2012から13シーズンはレギュラーシーズン22試合出場でいずれもリーグ3位の16.09得点9.0リバウンド。同シーズンオフの2013年8月に日本駅か。 2013から14シーズンもレギュラーシーズン33試合出場で、いずれもリーグ3位の16.24得点、10.15リバウンド。2020年現役引退。ありがとうございます。